真夜中ギターこんばんは、どんな一日でしたか、今夜あなたに届けましょう。真夜中ギター始まるよ。それでは、始めていきたいと思います。井上大地のアメリカ、旅行記、武者修行記というんでしょうかね、中西部編ということで、僕はアメリカには、もう何回もね、30代になってからはもう毎年のように行ってた時期もあるんですけど、ニューオーリンズが一番最初、僕にとっては初めてのアメリカの旅だったんですが、それは27歳の時で、で、しばらくですね、7、8年アメリカに全然行くことができなくてですね、2017年なんで、今から何年前、4年前なんで30、大体34ぐらいの時ですかね、たまたまちょっとチャンスがあってですね、アメリカをちょっとずっと行ってみたかった中西部っていうかですね、南西部っていうのかな、中西部から南西部にかけてっていう旅をですね、車ですることができたっていうね、それを今回はちょっとお話ししようかなというふうに思っています。あ、大将こんばんは、ありがとうございます。お父さんありがとうございます。頑張ってみる。眠かったら、今回のはね、アーカイブ、ずっと残すってわけじゃないんですけど、3月7日まではこのアメリカシリーズはですね、ちょっと残してもいいかなと思ってるんですけど、特に生演奏が本当に今回ないので、皆さんも、コメントの方でですね、これはどんな感じなのとか、こういうのってどうなのみたいな、皆さんも映画とかね、そういうのでしか見たことがないようなシーンとか雰囲気とか、物とか建物とかですね、そういうのが出てくると思いますので、全然、質問していただいた方が、いいですね。質問していただかないとですね、トントントンとどんどん先に進んでいって、ただ写真を見て説明するだけで終わるという回になってしまいますので、よろしくお願いいたします。それでは、始めていきたいと思いますが、まずですね、僕がこの中西部の、中南西部ですかね、サウスウェストとかって言ったりするんですけど、アメリカ北米のサウスウェストエリアを回るきっかけになったというのはですね、2016年の12月に、とあるライブがありまして、そのライブの打ち上げ会場で、対バンをしたですね、ベーシストの方が、実はインディアンジュエリーの制作家をやってる方で、ジュエリーの制作だけじゃなくてですね、アメリカに買い付けもするという方でですね、その人とお話しする機会があって、いやもうアメリカの文化が大好きでって話をお互いしてたら、2017年の4月に、買い付け、春の買い付けに行くんだけど、もし大地君が来るんだったら、いつも買い付けでフェニックスに入ってそのまま買い付けして戻ってきちゃうんだけど、かなりロングランナー1ヶ月ぐらいかけた、旅を企画してもいいよみたいなことをですね、持ちかけられまして、それはちょっとぜひやりましょうということでですね、急遽、だからもう行く4ヶ月ぐらい前ですね、に慌てて、あれを更新したりとか、ちょうどね切れちゃったんです、パスポートが切れちゃったりとかして、いろいろバタバタと、しかもね、行く旅行の資金とかも全然貯めてもいなかったので、前回ニューオーリンズ行った時はね、ギターをほとんど売り払ってっていうのがあったんですけど、今回はね、もう34歳で大人なんで、ここはなんとかね、頑張ってちょっと、仕事で、アメリカに行くお金を作ろうっていうふうに思ってですね、頑張って毎日ライブを入れて、3ヶ月間ほぼほぼ、毎日っていうのはちょっとオーバーなんですけど、大体ね、ミュージシャンもね、なんかプロのミュージシャンでやってますって言っても、ツアーに行かない限りは大体1週間に1回とか2回ぐらいがいいとこなんですけど、マジでですね、もう毎日どっかで演奏するっていうのをやって、でもう頑張ってお金を貯めてですね、4月に行くことができたんですが、そんな、なんていうのかな、貧乏旅行だったということをですね、冒頭に申し上げておきたいと思います。それでは、いろいろ今日はね、画面のキャプチャーを使ってやっていきたいなと思いますが、何か不具合があったら教えてくださいね。まずはこんな地図をまずバンと出してみますけど、すごいね、キャッチーな地図を見つけて、フリー素材であったので、見つけてみたんですが、この中西部と言われているのはですね、この地図でいうところのもう左半分ですね、左半分の左下のエリアですね、コロラドとかですね、ニューメキシコ、アリゾナ、
ユタ、ネバダ、カリフォルニアというこの地域ですね、さらに今回の旅はですね、この南西部からさらに中西部の方にかけてですね、ネブラスカ、サウスダコタ、ワイオミングっていうですね、この辺の州もまとめて、旅行をしたという、まあ、そういうような、まあ、位置関係をですね、皆さんにここでちょっと共有しておきたいなと思います。ちなみにカンザスとかですね、オクラホマ、テキサスあたりにはですね、全然一歩も足を踏み入れていないので、これはですね、まあ、このコロナとかいろいろ落ち着いてまたアメリカに行くっていう話がありましたら、この本当の、ね、中西部、まあ、カンザスとかあんまり何もないらしいんですけど、本当にそれこそルイジアナをですね、北上して、ミシシッピに行ったり、そうですね、あのミズーリ州に行ったり、最後はシカゴに向かっていくとかっていうですね、まあ、そういう旅もしてみたいなとは一回思うんですけど、テネシーとかね、そういうところもまあ行ってっていうのもあるんですが、まあ、今回はですね、まあ、僕たちで言うと映画とかで言うと西部開拓時代で、インディアン映画とかですね、保安官が出てくるような、その西部劇の舞台になってるようなところをガチで車で回るっていうね、そういう旅だったわけですね。それでは、ここからはですね、ちょっとウィンドウキャプチャーを使って、いろいろ説明をしていきたいと思います。それではウィンドウキャプチャーをオンにしてみようと思います。どうも。さあ、これ皆さんの方にこれが映って、このカーソルが動いてるのが動いてますでしょうかね。なんか画面いっぱいにあのキャプチャーが動ってるんで、今回ですね、この今地図があるんですけど、今回の旅はですね、成田空港を出発して、一度ロサンゼルスに入って、そこで入国をしてですね、国内線で、コロラドデンバーにですね乗り継いで、行くんですが、このコロラドのですね、そのデンバーという町がですね、これ確かね、これができるんだよな、ね、ちょっと待ってくださいね。あ、これか、これだ。皆さん見えてますでしょうか。デンバーという町があります。これ今青いペンで囲んだところなんですが、まあ、これはですね、まあ、カリフォルニアからこう飛行機で、ラックスというですね、ロサンゼルスの空港からこう国内線でこのデンバーというところに到着して、まあ、これを、まあ、仮に1日目というふうにしていきたいと思います。これは1日目ですね。でデンバーではですね、すぐにレンタカーを借りて、北上をします。北上していってですね、今日の、まあ、その今日の、まあ、どこまでお話しできるかっていうやつなんですが、皆さんついてきてますでしょうか。まずね、この地図から見切れてますが、このカリフォルニアからですね、このデンバーに到着して、このデンバーの空港ですぐに、レンタカーをチャーターしてですね、北上をして、ワイオミングに入るっていうところが1日目です。そして、この地図のですね、2枚目、このコロラドの地図から今度は2枚目の地図に行きます。ワイオミングという地図ですね。さっきのですね、地図の続きで言うと、ここにデンバーがあります。先ほどのデンバーというね、ここで、借りてですね、ビューッとまっすぐ北上して、このね、シャイアンという町があります。ちょっとちっちゃくて見えづらいかもしれませんが、このシャイアンという町で一泊する、ここまでがね1日目の旅程になります。実はですね、僕は空港チケットはですね、航空チケット一番安いのを手配したためにですね、よくあるんですが、国内線での乗り継ぎに20何時間かかるっていうものをね頼むとすごい安くなったりするんですよ。どういうことかっていうと、まあ、ビジネスとかねされてる方とか、まあ、時間を惜しんでる方はですね、ロサンゼルスに到着したらもうその1時間後とか2時間後には出発するような、目的地に到着するような、チケットを押さえたりするんですけど、まあ、僕みたいな貧乏で旅をする人間はですね、二十何時間後とかに、
あるいは十何時間後とかにですね、深夜に到着して、もうそこから空港の外には何にもないんで、どこにも行けないんですよ。で、十何時間空港で、時間を潰して、それから国内線乗り換えるっていうものもあるんですが、まあ、もちろん安いんですよね。まあ、僕はそれを使ったので、実はその1日目、まあ 0.5 日目ぐらいまではですね、実は半日ほどロサンゼルスで過ごしているんですが、まあ、そちらのちょっとお話もしていきたいなと思うんですが、まあ、1日目はここまでですね。もう一回言うと、デンバーに国内線で移って、このシャイアンというワイオミングという町に1日で移動する、すごい移動量ですね。つまりは成田を出て、ロサンゼルスを出て、そこからデンバーに入り、コロラドからその隣の州のですね、そのシャイアンというワイオミングの町で、一泊するまでは一睡もしてないという状態ですね。まあ、こんなところで旅が始まりました。まず前半に今日のお話できるところを、できるかなっていうところまでですね、パッと地図を使ってちょっと説明をしていきたいと思います。で、その次、そのサウスダコタという、先ほどのですね、まあ、デンバーがあるのはこの辺です。デンバーはこの辺、まあ、この地図のですね、左下のあたりで、先ほどのそのシャイアンっていうところが、まあまあ、このここで言うとですね、まあ、この道で言うと、まあ、この辺りとかですかね。で、ここからですね、このこれはね、サウス、あ、ごめんなさい、サウスダコタの前にネブラスカをやった方がちょっとごめんなさい、分かりやすかった、ちょっとごめんなさい、これは僕がネブラスカとサウスダコタの間違えてました。ネブラスカですね、ごめんなさい、こちらですね、こちらが先の方が良かったです。先ほどあったこのデンバーですね、デンバーから、シャイアンという町、ここですね、シャイアンという町に到着して、2日目の旅はですね、ここからこのシャイアンという町からですね、さらに北に、北上をしまして、でこのラスクっていう、ま、あの小さな町があるんですけど、このラスクっていう町を、まあ、右折してですね、東の方にこう走っていくんですが、でここでサウスダコタに入るんですね。サウスダコタに入って、ここからですね、あ、ごめんなさい、ネブラスカに入って、ちょっと混乱してますね、ごめんなさい、ネブラスカに入って、サウスダコタを目指していくという、でこのラピッドシティというところに向かうのが、これが2日目になります。1日目はここですね。1日目で、2日目がここですね。これはかなりのロングドライブでしたね。3つの州を一気に渡る、2つの州かを一気に渡るというですね、これが2日目です。もうかなり、実はこの旅がかなりワイルドな旅だっていうことが、もうこの辺でちょっと、お分かり になっていただけるとちょっと嬉しいなっていうふうに思うんですが、で先ほどの地図が戻りまして、先ほどのネブラスカ、ここですね、ですね、これから、ここに先ほどあったちっちゃな町ラスクっていうのがありますね。このラスクっていう町から、ここですね、ここをネブラスカを北上して、ラピッドシティという、このラピッドシティというこの町ですね、この町に行きます。でこのラピッドシティを拠点に、これからですね、まあ、ちょっとインディアンの、ネイティブアメリカンにちょっとね関係する土地をこう見て回ってですね、まあ、こうぐるっと回って、でまたこうラピッドシティに戻ってきてっていうような、まあ、そんなことを します。ここはね、ちょっとね、インディアン的な、お話ではね、かなり大事な土地なので、ちょっとここではね、たくさんちょっと時間を使おうということで、もうこのラビットシティから離れたですね、パインリッチという集落があるんですけど、その集落を、まあ、こう降りてですね、そこでちょっと、どうしてもこの旅の一番最初にですね、お参りしとかなければいけないところがあるということで、行ったんですが、まあ、こんな感じですね。で、その翌日ですね、翌日サウスダコタからですね、これはネブラスカの地図でしょ、あ、ごめんなさい、これワイオミングの地図ですね、これがワイオミングの地図なんですが、先ほど言ってたラピッドシティがね、ここにあるんですが、ちょっと待ってくださいね、描写、
アピットシティはここにあります。先ほどの、先ほどのデンバーからの流れでいうとですね、デンバーがあってシャイアンがあって、このシャイアンから、さらに北上してラスクという町に入って、ここですね、ここを北上してラピッドシティに入って、今この地図には映ってないんですけど、この右側のこの辺りですね、ここにあるパインリッチという集落の方に行ってですね、で、まあ、その翌日3日目ですね、3日目はですね、ここからこのワイオミングのですね、ここにデビルズタワーと書いてあるのがわかるでしょうか、まあ、ちっちゃくてちょっと見づらいかもしれませんが、このラピッドシティからですね、このデビルズタワーへ行って戻ってきて、デビルズタワーからラピッドシティに戻ってきてですね、ここもすごかったですね、ここから一気にデンバーまで帰るというですね、ここまで帰るという、このデビルズタワーから一気にデンバーまで帰るという超ロングドライブをここでしています。帰りはこっちの方を通ったんだっけかな、こっちの方を通って帰ったんだ確かな、このネブラスカではなくてですね、ワイオミングをほぼほぼ縦に縦断して、デンバーに戻るっていうのは、こんなことを3日目に、していました。今日ね、お話、写真付きでお話しするのはね、ここまでの旅程になると思います。話終わるかな、3日間、たった3日間なんですけどね、まあ、ちょっとちょこちょこ皆さんのコメントを見ていきたいなと思うんですけど、こんばんは、アメリカ、あ、長谷川さんありがとうございます。アメリカレンタカー1日あるいは1週間いくら程度ですか。これね、本当ピンキリなんですけど、向こうで借りてね、1日ね、20ドルとかだった、2、30ドルとかだったと思うんですよね。確かデンバーの空港で借りて、同じ系列の、あそこ、ラックスっていわゆるロサンゼルスの空港、最終的にロサンゼルスの空港の近くの同じ、系列のですね、レンタカー会社に乗り捨てをして、全部でトータルで1か丸々1ヶ月弱ぐらい借りてですね、5、6万ぐらいで済んだような気がするんですよね。5、6万だから多分割ると計算が得意な方はすぐに出ると思うんですが、5、6万ぐらいだった気がするんですよね。何十万もはいかないはずな、いかなかったと思うんですよね。で、まあそうですね、大体5万から6万の間だったと思いますと記憶してます。それを2人で割ったので、まあ、1人3万円ずつぐらいとかだった気がします。まあガソリン代とかね、ここに、ガソリン代とかですね、まあいろいろこう、かかってくるので、まあそれも足していってもやっぱ10万はかからないぐらいだったと思います。で、車もですね、ダッジという、まあ後ほどちょっと写真でお見せしますが、ダッジを借りてですね、ちっちゃい雰囲気のある車で旅をすると後悔するよっていうことで、なんかね、憧れとしてはなんかちょっと古っぽい感じの70年代とは言わず、まあ80年代のフォードとかでとかっていうのもね、めちゃくちゃ後悔するらしいので、まあ、最新の車で行った方がいいということですね。まあダッジを借りて行ったんですが、それでは、ここからですね、皆さんのコメント、なんかいつもと違うから、なんだ、コメントの仕様がないとかっていうのをちょっとなしにしてくださいね。これ一応リクエストに基づいてアメリカの旅っていうのをやってますからね、よろしくお願いいたします。今日は繰り返し言いますが、今日は生演奏はほとんどありませんので、ほとんどないというか、冒頭の真夜中ギターとですね、一番最後に用意しているものぐらいしかありませんので、ひたすら写真を見て、エピソードを話していく、そこに対して皆さんがコメントで突っ込んでいくというのをですね、やっていく回になります。さあ、それでは、なんだ、次、あ、これだ。まずですね、写真を、僕もね、写真全部一通りパーッとチェックしたんですけど、どんな写真が出てくるか細かいところまで見てないので、まずここからですね、ここからだとちょっと分かりづらいかな。これはもうちょっと後にしようかな。なんか今もうとんでもない今風景が今見えたと思いますが、1枚目はじゃあこの写真からいきましょう。この写真はですね、
実はですね、この旅に行くの、まあ、成田空港に行った時にですね、音楽仲間のルイちゃんという、ルミちゃんというですね、ドラムの女の子もニューオーリンズに、行くというですね、のでたまたま別に知らなかったんですよ。お互い知らなかったんですけど、ばったり成田空港で会って、これからアメリカ行くんだよ、私はこれからニューオーリンズ行くんだみたいな話をしてですね、ばったり会って、まあ、写真を撮ってもらったんですけど、まあ、すごいテンションが高いですね。でしかもなんなら普段着ですよね。なんか今から1ヶ月間の旅行に行く人間とは思えないような、軽装で、まあ、この盤面の笑みを見てください。もうこれから俺はもしかしたらね、もうどっかでバーンとか撃たれて死ぬかもしれないのに、この能天気さ、確かルミちゃんと一緒に撮ってる写真が、ありますね。あ、この彼女が、イタリアにいる彼女がですね、これ成田空港の出発ロビーですね、下にあるのは JAL とかですね、まあ、いろんな空港のあれがあるんですけど、まあ、ちょっと時間があったのでお話しして、でロサンゼルスの空港でお互い同じ便だったので、入国審査だったので、まあ、そこで入国してですね、まあ、1個前の写真にありましたまあこれは何でもモンスターってエナジードリンクを、実はね、飛行機乗ってる時に、行きは良かったんですけど、帰りぐらいにして突然ね、耳と喉が痛くなって、もう降りる時にね、鼓膜が破れるんじゃないかっていうぐらいね、もう何も聞こえない、もう右耳が何も聞こえないような状態になっちゃって、でなんかね、なんか口内炎もできてるし、なんかもう最悪な状態だったんですよね。もうあの時下手したら熱あったかもしれないんですけど、でロサンゼルスに降りてモンスターを飲んでですね、モンスターの成分表を取るっていうですね、もう完全に修学旅行気分ですよね。何でもないものがキラキラして見えるみたいなですね、うわカフェインこんなに入ってんだとかっていうのを、まあ、写してるだけの話なんですが、まあ、こんな感じでですね、まあ、ルミちゃんと一緒に入国するんですが、ルミちゃんはこのあとニューオーリンズに旅立っていきました。1週間ぐらいとかしたかな。で、まあ、僕はここから1ヶ月ぐらい中西部の旅をすることになるわけです。さあ、いきなりドンと出ました。なんか凶悪な感じですよね。こっちにあるのは多分スピリタスで、こっちにあるのは多分ね、ウイスキーだと思うんですよね。スピリタスをさ、チェイサーに、ウイスキーを飲むみたいなね、これは何をやっているかというとですね、まあ、そんなガンガンに調子が悪い状態でロサンゼルスに着いて、さらに乗り換えにね、13、4時間あったので、すごい暇なんですよ。で、日本の空港ラウンジとはちょっと違くて、ラックスはね、ラウンジはお金を払えば入れるんですけど、何ドルだったかちょっと忘れちゃったんですけど、でもまあ十何時間か、まあ、空港のベンチで、ベンチだけはあるんですよ。ベンチの自動販売機とか、なんか、まあ、ショッピングセンターみたいなところはかろうじてあるんですけど、もうなんだろう、みんなね、本当床に寝たりとかね、階段のところに腰掛けたりとか、なんかね、もう明らかにお金のないバックパッカーみたいな人たちが、もう空港の片隅でこうなんていう、膝を抱えて寝ているっていう状態で、まあ俺もそんなんでいいかなと思ってたんですけど、なんと持つべきものはともですね、ロサンゼルスに在住の日本人の友達がですね、たまたま仕事がはけて今車で移動してるから、俺のフェイスブックかなんか見てですね、で俺が連絡を取ったらですね、仕事後終わりにそのままラックス寄るよって言って、で、それでこれ、まあ、なんで酒飲んでるかっていうとですね、まあ、その友達何人か、まあ、運転してる彼はお酒飲めないんですが、まあ、3人で、僕 と友達友人2人ですね、で3人でですね、サンタモニカというビーチの、ロサンゼルスのビーチの方にね、バーがありまして、そのバーでですね、乾杯をしてるっていう写真ですね、ちょっともう写真ぼやけてますが、これがサンタモニカのまさに、オーシャンブルワードの、すぐ近くのですね、バーで、ね、もう本人も仕事を終えてクタクタな状態で深夜に付き合わせてる、まあ、僕が到着したのは深夜でしたので、深夜にですね、仕事にクタクタだけど付き合ってくれる、もういい友達です。彼はね、ずっと
ヤボバンドとい う立川でやってたローカルバンドがあるんですけど、そのローカルバンドで彼はドラムを叩いていて、もともとねアメリカに住んでいた人なんですけど、短期間だけ日本に帰ってきてて、まあ、その時に僕と一緒に、短期間なんですけどバンドをやってまして、立川の方でバンドをやってまして、で彼が、またアメリカに戻るということでですね、まあ、ちょっと頼ってみたらですね、こうやって駆けつけてくれて本当に、ありがたいです。この方はですね、実はその後のですね、アダム・レヴィとの出会いや、塚本勲をアメリカに、アメリカに行かせるプロジェクトとかでもですね、実は彼はですねものすごい働きをしてくれる、その後のキーマンとなるような男なんですが、西君というですねドラマーです。こんなことをして時間を潰したわけですね。これもサンタモニカビーチの桟橋ですね、桟橋の脇にあるショッピングモールみたいなところですね。ここの裏には遊園地があったりとかします。この辺はあんまり触れてもあれなんで、まあ左奥の方にこの辺ですね、この辺には遊園地のあれが見えますが、もう人通りがない、昼はね、ものすごい混雑しているところなんですけど、夜になるともうほとんど人がいないっていうね。ちなみにこれ、ルート66の国道66号線の終着点ですね、エンド・オブ・ザ・テイルって書いてありますね。シカゴから出発する、ルート66はこのサンタモニカで、終わりを迎えるというですね、まあ、一番最初旅のね 0.5 日目からいきなり旅の終点に1回降り立つっていうのはね、最終的にここには来ることになるんですが、サンタモニカで、まあ、浮かれている井上がものすごいぼやけた写真の中でですね、これからの旅がちょっと不安ですよね、完全にね。で、まあ、ちょこちょこ僕はこのセブンイレブンを見かけると、セブンイレブンをね取りたがるっていう習性がありまして、セブンイレブンがあるよっていうですね、まあ、全然意味がないんですが、まあ、なんかご飯も食べてこうよっていうことで一杯引っ掛けて、その後に、カルロスインっていうですね有名な超有名なロサンゼルスのハンバーガー屋に行ってですね、もうこれもちょっとぼやけてて申し訳ないんですが、多分ねベーコンバーガーみたいなね BLT バーガーみたいなのを頼んだんでしょうね、すごい美味しかった覚えがあります。まあ、これから、デンバーのロサンゼルス朝明け方ですね、もう本当ね、夜通し付き合ってくれて、明け方にですね、送ってくれてですね、朝焼けの中ラックスに送ってくれて、ここからデンバーの空港に行くわけですが、まあ、こうやって飛行機から車窓から撮ったような写真ですね、まあ、ぼやけててすごいスモークで、何も見えませんということで、まあ、いきなりちょっとタコスの写真が写りましたが、ここでですねタコスの写真じゃなくて、ちょっとごめんなさいね、バーッと戻ります。コロラド空港に到着します。コロラド空港こんな感じです。これねちょっと僕がコロラド空港のね全景をちょっと写真の方に撮ってなかったので、まあ、素材というかですね、コロラド空港のページからオフィシャルのページからこう引っ張ってきたものなんですけど、こういうねなんか天井がこうテントっぽくなってるんですよ。このアーチになってるのはですね、後ほどちょっと外の写真をお見せしますが、なんかね一つの大きなキャラバンみたいな感じですね。もう明らかにロサンゼルス空港とか成田空港とかに比べたらですね、もうローカル空港感がやっぱ半端ないですよね。まあ、人ごみが今すごいいるような状態ですが、確か僕が行った時もねこんな感じのゴミしてるような、感じでした。ここの次に皆さんにお見せしたいのがこちらの写真です。バーン、先ほどのアーチ状になっていたものは全部この屋根がさっきのアーチ状になってたものなんですね。建物自体はね3階建てか4階建て全部吹き抜けになっていて、まあ、ここにメインの管制塔みたいなのがありますよね。で、このすぐ近くにですね、レンタカーショップがあったりとか、まあ、いろんな会社のレンタカーショップがあったりとかしてですね、まず降りてこのロッキー山脈を見せつけられるわけですよ。今までねロサンゼルス、も行ったことあるし、まあ、ジョージアも行ったことあるし、まあ、ニューオーリンズも行ったことあるんですけど、こういう景色はねないんですよ。やっぱさすがね山岳部になるとこういうね、なんかねもう遠くの風景すぎて全く背景が動かないんで、なんかね
ハリボテなのかなっていう、なんかすごいアメリカにすごい勢いで俺は騙されてんじゃないかっていう、まあそんな気分にさせられるようなんですね。まあすごい一大パノラマですね。これが、ずー永遠とですね、見切れる、なんていうんですか、もうパノラマなんで、もう見切れるまでずっと山が続いていくわけですね。ロッキー山脈のですね、まあ、東麓東側の山麓に位置するのがこのデンバーという町なんですが、まあ、ロッキー山脈のですね、まあ、偉大さというかですね、雄大さとか、まあ これを昔の人は超えてったんだとかね、超えてっただけじゃなくてここをぶち抜いて、まあこのね、山沿いとかを使ってですね、電車を通したとかって考えるとですね、もうそもそものスタートラインが日本と違うっていうね、いやーなんか小田急線と京王線が揉めてるとかね、まあ、ちっちゃいわみたいなね、そんな話になってきますけど、小田急のね下北沢駅もう完成するまでに20年ぐらいかかってるとかをね、もうそういう次元の話じゃないですよね。まあこんなねパノラマに迎え入れられて、ちょっとね口内炎だとか右耳聞こえないとか言ってたのもですね、先ほどのアルコールを飲んだりとかですね、モンスターを決めたりっていうね、そして揚げ句の上にハンバーガーを決めるっていうですね、体に悪いこといっぱいしたらですね一気に治ってしまってですね、なんか調子に乗って、先ほどの空港についてですね、小腹が先ほどそんなね17、8時間ぐらい前にハンバーガー食ったばっかりなのに、なんかねお腹が減っちゃったんで、コロラドの空港に着いたら、ね、タコスを頼むっていうですね、まあ、そんな低たらくでございました。あ、こんな感じですね。あまり人いないですね。なんか人のいるエリアといないエリアみたいな感じなんですけど、これは僕が撮った写真ですね。上がテントみたいになってるような状態ですね。あ、入国のところがもうすごかったのかな、もさもさしててですね、人がいっぱいいたような、入国じゃないや、国内線の乗り継ぎだから、まあ、乗り継ぎをする人にとってはねこのロビーとかあんまり用はないでしょうから来ないんでしょうけど、さあここが、レンタカーショップです。レンタカーショップね、僕は国内でレンタカーを使うことほぼないので、友人がね夜逃げするとかっていう、まあ、夜逃げっていうか普通の引っ越しなんですけど、引っ越しするときとかにですね、軽トラを借り取りとかするぐらいなんですが、これは今見えてるのはこれは助手席から撮ってる写真なんですけど、今こう目の前にですね、まあ、1台2台3台4台とこう車がありますが、これがですね何十台ぐらいだろうな、何十台じゃ聞かないですよ、何百台っていう単位でですね、この今奥に見えるこの車たちもあるんですが、これも全部同じ会社のレンタカーなんですね。でこの区画だけじゃなくてですね、もうどのぐらいの大きさかな、なんかね例えようがすごいないんですけど、すごい広大な敷地にですね信じられないぐらいのレンタカーが止まっていて、で、事務所というかレンタカー事務所の方に行くとですね、何ブロックのいくつの何とかっていうナンバーの車だよっていうふうに言われてですね、まあ、そこで鍵を受け取ってそれに乗りに行くんですけど、そこに歩くまでにもね、なんかね4、5分じゃ聞かないぐらい敷地の中を歩かなきゃたどり着かないみたいなね、かなり広大な、あれでしたね、レンタカーのすごいねちょっと感動しました。なんかこんな感じ、これをいろんな人がいろんなところから乗り捨ててですね、そしてまた乗って、また違うところに行ってっていうこの車たちがですね、いろんなとこうアメリカのいろんなところにこう旅してるんだなっていうね、なんかちょっと感慨深い感じになりました。さあ出発です。僕はね今助手席に乗ってますが、後ほど、写真で出てきますけど、今回のですね、旅の同行者、というかですね、もうほぼ主催者ですけど、エディさんというですね、練馬で、リトルパインツリーというインディアンショップをですね、インディアンアクセサリーのショップをやっている、人のもう先ほど後ほどご紹介しますが、その方が運転している状態ですね、まあ、こんな感じで
車を、あ、これがエディさんです。もうね、エディさんなのか現地のインディアンなのかちょっとわからないぐらいですね。もう溶け込みすぎ、溶け込み方がすごいんで、これがエディさんです。リトルパインツリーはですね、練馬駅ですね、西武線の練馬駅からですね徒歩歩いて、まあ5分かからないかな、 3、4分、まあ誰道が分かればですね3、4分ぐらいで行けちゃうようなお店なんですけど、すごいいい感じのお店です。輸入されしたですね、こう中西部のいろんなインディアンの、職人とですね、インディアン製作家と個人的につながっていて、まあ、その人のところに実際にお店に行ったりと工房に行って、直接買い付けをするしたりとかですね、直接オーダーメイドをして、でまあ、そこからインスパイアを受けたものをですね自分で、シルバーを加工してですね、ちゃんと一から全部、使って、しかもその使ってる道具もですね、もう引退してしまった、インディアンのアクセサリー職人が、まあ、質屋に入れてしまったですね、そのくさびとかそういう道具ですよね、彫金の道具とかを現地で買ってですね、まあ、その道具を自分で加工してっていうね、かなり本格的なインディアン製作、ジュエリーの、ね、製作をやってる方なので、お店、ね、行かれる方は今ねこういう状況なので、もしかしたら電話予約とかね必要になるかもしれませんが、興味のある方は、ぜひお店の方に伺ったりとかですね、通販サイトなんかを覗いてみてください。エディさんです。エディ小松さんです。日本人です。安心してください、日本人です。さあ、この彼とですねずっと一緒に旅をすることになるわけですが、この車もねダッジの結構ね、しっかりした、4駆かな、4駆の車をチャーターして出ます。さあ、ここが 1日目のですね、そのデンバーから、乗ってですね、シャイアンという街に移動するというふうに、な話を先ほどしましたが、デンバーには止まらずそのまま、割とロングランでですねシャイアンの街を目指して、まあ、このシャイアンの街のホテルですね、ホテルというかねモーテルってやつですね、いわゆる車をバッと乗りつけてそのまま、その駐車場のすぐ目の前にですね自分たちの泊まる部屋があって、まあ、そこに管理室みたいなところに行って鍵をもらってですねこっちの車の鍵を預けたりとかして、っていう感じですね。おしゃれですよね、部屋が、内装がおしゃれです。まあね、だいたいこうモーテル、今回の旅はねモーテルがすごく多かったんですけど、まあ、ベッドが普通にありまして、だいたい奥、まあ、この扉の奥とかがだいたいバスルームになってて、まあ、トイレとねお風呂は向こうは一緒になっていることが多いので、まあ、そういうのがあってですね、まあ、ここは普通に洗面所みたいな感じですね。で、まあ、テーブルと椅子と、そして、これはアメリカすごいなと思ったのはですね、どんな田舎のモーテルに泊まっても Wi-Fi 完備なんですよね。やっぱり IT 大国で、パソコンとかねそのタブレットでいろいろするためにですね、まあ、仕事で来て泊まる方が多いでしょうから、観光よりもね、Wi-Fi が完備されてるということでですね、もうこのおびただしい量のこのジャック・ダニエルおびただしい量のジャック・ダニエルですね、このアメスピとですね、このエディさんが自分で作ったこのカバンですね、もう風景に溶け込みまくってますが、これジャック・ダニエルもね日本みたいにだいたい値段がどの酒屋さんで買っても揃ってるってことはなくてですね、週ごと、下手したら、ね、お店ごとに全然値段が違くて、まあ、エディさんねすごいジャック・ダニエルすごい大好きな人なんで、あらかじめ調べてですね、まあ、どの州の、まあ、大体どの辺のお店が今安いとかっていうのをですね、前情報で仕入れて、で、まあ、シャイアンに向かうデンバーからですねシャイアンに向かう途中のースーパーとかでですね寄って、そこでまとめ買いするっていうような感じですね。まあ、ここが1日目、ここで宿を取るというような形になりました。ここはシャイアンの、でしかもねこう、あ、そうだ、このね、まあ、のんべえの人にはねちょっとあれなんですけど、モーテルはまあ、普通の日本のビジネスホテルとかでも場所によってはあるんですけど、氷がタダなんですよ。氷がなんか自販機コーナーとかですね、まあ、そういう氷コーナーっていうのは必ずあって、でまあ、真夜中でもですね氷が必要であればそのなんかガラガラガラと氷が出てくるっていうんですね、まあ、それ用のまあ何て言うんですか、ああいう氷を入れる箱みたいなのをですね何かで調達して、それで氷をガコガコ入れてですね、
で、カップですね、プラスチックカップの、よくあるじゃないですか、アメリカのパーティーのシーンとかに出てくる真っ赤なカップのあれを買ってですね、あんなのが売ってるんですよ、どこにでも売ってるんで、あの真っ赤なカップが。でそれに氷をザクザクに入れてですね、この、オン・ザ・ロックでジャック・ダニエルを毎日決めるっていう日課を過ごしていた記憶が今唐突に思い出されました。これが1日目ですね。ちょっとこの辺で、皆さんの、こうちょっと夕焼けのシーンを見ながらですね、皆さんのちょっとコメントないだろうな、ちょっとコメント一応チェック しますね。スピリタス本当かな、おおってなんかね、スピリタスとかなんかね、すごいめちゃくちゃ強いウサギでしたね。なんか火がつくような、それとウイスキーでしたね。スピリタスだったのかな、なんかもう一回、でもスピリタスだったの気がするな、なんかテキーラというか、さらにそれよりも強いような感じのものだった気がしますね。なんかカイピリーナ的なやつ。あんまりさすがにみんなあれですね、コメントのしようがないですか、そうですか。やっぱね、アメリカの、こういうね、電線とこの電柱って思ったより、少なくてですね、都市部とかはね、なんか地中にケーブルが張ってあったりとかっていうのがあるんですけど、古い町並み、これから行くね、ラピッドシティとかっていう古い町並みはね、地面じゃなくてですね、裏通りにものすごい配線が、電柱とかですね、配線が通ってて、表の通りはですね、メイン通りとかにはね、なんていうのかな、こういう電柱でこう電線が張ってみたいなのもなくてですね、全部景観の悪いものはですね、全部裏にっていうのがね、なんかこうすごい特徴的だなというふうに思って。ただね、どんな荒野にでも、どんなもう明かりもないような一本道にも、ずっとこういうね、電柱、大体ね、木でできてるんですよ。木でできた電柱が永遠と等間隔でこう立ってるのはね、いやー、なんか壮大さを感じますね。その道がね、まっすぐもう向こうがなんか見えないんですよ、もう蜃気楼とかで。なんだけど、ずっともう一定間隔でですね、ずっと電信柱が続いてるって、その多分写真もどっかで出てくると思いますので、お見せしたいと思います。1日目はこんな感じで終わって、最初のうちだけですね、こう朝食を移すっていうのですが、皆さんにね、モーテルの現実というのをここでお教えしましょう。オレンジジュースですね、これはね。で、アメリカは基本すべて 100% オレンジジュースなので、果汁 100% ジュースですね。日本だけですよ、果汁何パーセントとかって標準があるのは、大体オレンジジュースって言ったらこれが出てくるんですが、それにですね、ケンタッキーで出てくるこのビスケットですね、この2つにパカッて分かれるビスケットにですね、これなんぞやった話ですが、これはね、なんだろうな、これね、すごいね、プルプルした、なんだろう、プルプルしたね、シチューみたいな、芋を粉にして、多分牛乳かなんかで溶かして、でもね、マッシュポテトとはまたちょっと違うね、なんかね、異様にプルプルした、芋の味がする、芋とミルクの味がするものでした。謎です。なんかこういう謎の食べ物があってですね、これはあったかいんですけど、で後ろにゆで卵がありますよね。朝食なんかバイキングコーナーみたいになってるんですけど、だいたいこんな感じですね。運がいいとここに果物は切ったものとかがある場合もあるんですが、だいたいこんな感じです。あとはカリカリに焼かれたベーコンが置いてあるとか、異様に黄色い、黄緑じゃない、異様にですね、真っ黄色な、スクランブルエッグとかですね、そういうものが運が良ければあるんですが、ここではですね、スクランブルエッグの代わりにゆで卵とビスケットと、なんかプルプルした芋とミルクの味のするシチューみたいなものですね、これがモーテルの朝食の現実です。いやー、すごいですよね。ここまでもう野菜取ってないですからね、全くね、危険だなと思いつつですね、これはナンバープレートですね。アメリカの車はこうナンバープレートがですね、その州で発行されているものなんですが、この
太陽のマークですね、このジアとかって言ったりするらしいんですが、このジアのこのマークがですね、ニューメキシコの州で発行されているこの、表紙、ナンバープレートで、これね、1種類じゃなくて何種類もあるんですよ。いろんな種類があってですね、かなりおしゃれなんですけど、結構ね、前を走ってる車が、どっから来たかっていうのをね、ナンバープレートで見てね、あれはアリゾナだなとか、なんかサボテンのマークが書いてあるなとかね、なるんですが、まあね、特にかっこいいのはこのニューメキシコのこのナンバープレートはね、かっこよかったですね。なんかいろいろね、このチマヨのこうラグの模様とかですね、これは何の花か分かりませんが、あとはジアと言われるそのいわゆる、インディアンとかのですねが使うマークですね、太陽のマークとかですね、まあ、いろんなものが詰め込んでるんですが、まあ、この色合いがいいですよね。緑と黄色とそして赤の文字っていうね、まあ、州のカラーを意識したもので、まあ、もう あまりにもかっこいいんで、撮ってしまいましたが、こんな感じでございます。さあ、ここからは何もない荒野が永遠と続きます。というかですね、背景は大体荒野です。中西部、まあ、ここはもう中西部なんですけど、荒野です。大概荒野でですね、先ほどのロッキーマウンテンが片側に永遠と見えるだけでですね、ほとんど荒野です。遠くの方にね、こうちょっと見えづらいかもしれませんが、遠くの方にずっとこう山がこう見えたりとかするんですが、まあ、これ雲かな、途中から雲になってるかな、これ山があったりとかですね、まあ、こうそれ以外はもう、でもこの距離が一体どのぐらい離れてるかっていうのはちょっと正直わからないですね。進めど進めどずっとこんな感じなので、もうね、道がまっすぐでね、下ってるとかね、登ってるとかですね、ただ感動したのはやっぱり、ね、もうちょっと山岳部の方ですね、走ってるとですね、突然こう道がぐわーっとこう上がるわけですよ。このまっすぐな状態からこう、まあ、なんていうんですかね、ちょっと別に書くまでもないんですけど、こう道が今まっすぐで、まあ、この辺で今この辺で地平線を迎えてるじゃないですか。でこれがですね、ぐわー、だいたいこの辺とかで地平線がこう迎えてですね、まあ、こう周りをこういう山みたいになってて、まあ、道路がこういう風になっててですね、わーって言ってこれを越えた時に、向こう側に見える景色っていうのがですね、アメリカすげーと思うのは、こっち側がすごいこうね、なんかすごいこう緑生い茂るこういう感じで、まあ、なんかちょっとした木とかもこう生えてるとするじゃないですか。これを越えた向こう側の斜面がね、一気にこう赤茶けた、なんだろうな、地層じゃないや、風景が一気にガラッと変わったりとかしたりですね、なんかそういうのを見させられるっていうね、日本ではあんまりないですもんね。なんか高速道路で走ってても大体同じような、全国ね大体同じような、風景なんですけど、アメリカはですね、山を越えるたびにちょっとこう風景が変わったりとかですね、木の種類とかね、生えてる草の種類が変わったりするっていうのは、あれはだからおそらく植林じゃないからですね、全て原生林とかですね、まあもちろんね、こういうハイウェイの横は防腐剤だなんだとかっていうのは多分まかれてるとは思うんですけど、基本的に遠くに見えるものとかね、本当の山岳部なんかは全て原生林なので、まあ植林、日本のね杉植林みたいな感じで全国に、ね、植えられたものとはちょっとやっぱ違うなっていうのがありますね。ずっとこんな荒野で、この日はですね、このシャイアンという町から、まあ、休憩を挟みつつですね、荒野を行きながらネブラスカという州を経由して、最終的にラピッドシティという町にたどり着くまでのものがですね、2日目になります。まあ、この途中で降りたドライブインでですね、休憩しつつ、まあ、こんな線路を映したりとかですね、完全に旅気分で浮かれているわけです。影とか映しちゃったりしてね、なんかね、こんなことは絶対日本ではやらないのに、旅に行くと旅は怖いですね。はい、もう完全にもう地元の人と言われてもおかしくないような感じのですね、このなんかログハウスみたいなドライブインがあってですね、これもなんかよくあるね、ログハウス風にしましたとかじゃなくてもガチログハウスでですね、中にはなんか西部劇によく出てくるですね、酢漬けのゆで卵とか真っ赤なあのチョリソーとかですね、リンゴが突然単品で、カゴの中にボコボコ売っててですね、
1個何20セントとか50セントみたいなんで売ってるみたいなですね、まあ、そういうところ、あとは日用雑貨が売っててみたいな、まあ、そんなドライブインですね。あ、まんまと僕はリンゴを買ったようですね。こういうなんかワックスでテカテカのリンゴがですね売ってるんですよ。で、まあ、水を飲んでって感じですかね、まあ、こんな休憩をしながら、まさにアメリカ西部の旅っていう感じですね。映せど映せど、その時はね見てすごい感動してるんで写真を撮ってるんですけど、こうやって改めて見直すとね、全部全て同じ荒野の写真なので、何が面白かったのかっていうのは振り返ると全然わからないところが、こういう写真の難しいところですね。こういうなんかね、地下に続くのを撮ったりとかですね、全く意味は荒いですよ。これが、ラスクという町ですかね、シャイアン、ラピッドシティに、ごめんなさい、シャイアンという町からラピッドシティに向かう途中にですね、先ほどこうシャイアンという町があって、こう行ってラスクという町があってですね、そのラスクという町をこう右に曲がってですね、東に曲がって、ネブラスカに入っていくんですが、そのラスクという町のまさに、曲がり角ですね、ここで一回ガソリンスタンドでガソリン入れてですね、曲がって、これからラスクに向かおうというですね、ところですね。まあ、ちっちゃな町です。本当に小さな集落でですね、なんか町の大きさ的にはね、なんか本当この辺で町が終わってて、で横もさっきの一個写真を戻しますけど、なんかね町もね、本当この辺、この木が生えてるとこぐらいで終わってて、なんだろうな、本当にガソリンを入れたりとかですね、まあお金を下ろすために小さな銀行があって、まあ、ちょっとした商店があって、であとはもうなんだろう、ゴーストタウンとは言いたくないですけど、なんかね人もなんか見いないような、なんかね本当に旅の中継点として一応ありますよっていうようなですね、そんな小さな集落でしたね、ラスクという。なんかこういうところでなんかね、あのなんかアメリカニューシネマとかではなんかこういうところでなんか事件とかが起きたりするじゃないですか。なんか逆にリアルですね、こういうところの方が。なんか、なんかね、なんかいろんな夕方になるとなんか怪しい白い布をまとった集団が現れるとかですね、まあ、そんなステレオタイプ的なことを言って怒られてもしょうがないんですが、まあ、こういう街ですね、まさに西部の街の中継点みたいな街ですね。もう笑っちゃいますね、ローハイドドラッグとか書いてある、ローハイドもうもろ出しですね、こんな感じの街です、まあ、建物もですね、もう本当大昔からあるものを、まあ、改築して、まあ、こっちの建物なんか新しいでしょうけどね、このローハイドドラッグの建物なんかは結構、大昔のものでしょうね。こんなのはさあ、ネブラスカに入りました。車で走りながらですね、まあ、Google のマップとかを見ながら、走っててですね、そろそろ州境だろうっていう頃にはですね、この必ず、あるんですよ、これが、看板がね、ネブラスカのこのなんだろうな、この太陽と、なんだろうねこれティピーかな、ティピーだねこれね、あのインディアンのやつだと思うんですが、まあ、こういう風なだとなんかこうありがたいことね、ザグッドライフ、ネブラスカザ・グッドライフとか書いてある、これを実はもうすごいスピードで走りながらですね、まあ、ここにそれを写真を頑張って写してる僕がいますが、これ結構すごいスピードで走ってる状態で、撮ってるんですけど、アンドロイド、ソニーのアンドロイド携帯はですね割と優秀で、どんなに走っててもこのぐらいの解像度で一応撮れるっていう、ね、まあ、これも、まあ、ニューメキシコに行く時とかね、アリゾナに行く時とかですね、そろそろ州境だってなると、まあ、この看板を取ろうっていうですね、まあ、それがモチベーションというかですね、もう永遠と同じ風景がつながっていくので、まあ、全然ね、楽しいんですよ、写真で見返すよりもね、全然生で行くとですね、まあ、あまりにもの荒野感がすごすぎてですね、圧倒されるんですが、チャイナハウスって書いてありますね、レストランもう2日目にしてあまりにも野菜を食べてなくてですね、なんか野菜が食える店ってなんだろうなとかっていうエディさんが言って、いやー難しいですよね、しかも観光地だったらね、なんかジャパニーズレストランとかフレッシュマーケットとかあるけど、こういう内陸部の
なんだ、トラックのうんちゃんとかが行き来するような街ではないっすよねって話をしてて、俺がね、あ、中華料理だったら温野菜とかはあるんじゃないですかっつったら、それだっつってですね、ネブラスカの チャイナハウスって書いてある、中華ですよね、ネブラスカで中華料理を食うっていうですね、チャレンジングなことをしてみたんですが、さあ、その内容はいかに、チャイナハウス、こんなガーン書いてある、なんかこれ、ガソリンスタンドみたいな感じですけど、チャイナハウス。ねえ。まあ、これ全然チャイナ感一つもないですよね。これ、まあ、もともとハンバーガーショップだったとかですね、なんなら車の修理ガレージだったって言われてもおかしくないような内容ですけど、中華料理ブームっていうのに乗って、なんかね、お店も新しいような感じでしたが、さあ、メニューの内容はどうか。野菜がないっていうのが最終的なオチなんですけど、まあ、春巻きとかですね、この甘辛に煮られた、なんかこう、鶏を揚げたものかな、鶏だかエビだか揚げたものとですね、まあ、このカリフォルニア米の使ったチャーハンとかですね、なんか謎肉ですよね 謎肉とかですね、ここになんとか、なんとなくこう、キャベツとかですね、ブロッコリーとかが見えるぐらいでですね、野菜がとにかくないですね。いやー、ちょっとびっくりしました。それでもね、これでもね、野菜を頑張って取ろうとは思ったんですけど、こんな中華料理、ちなみに味はですね、僕ね、大体どんなもの食べてもね、美味しいなっていうかね、なんかうまいなっていうふうに思うんですけど、これをね、中華料理だと思って食べると、頭にハテナが出ちゃうんですね。これの、まあ、見た目ね、うまそうじゃないですか、なんかテリテリでね。で、僕たちがこれを日本で食べる中華料理で食べる味を想像するのに比べてですね、このテリテリはですね、どちらかというとみたらし団子のタレを思い出していただければいいですかね。みたらし団子を思い浮かべて、この食感、サクサクの食感でですね、チャーハンと一緒に食べるっていうですね、今までにないような、なんか照り焼きとみたらし間違えてねみたいなね、まあ、そういうような誤解がいっぱい生まれてますね。これもなんかね、焼きそばなんですけど、焼きそばもなんかね、異様に甘いですね。異様に甘かったり、なんか醤油とかソースとかっていう感じじゃなくてですね、なんかね、ウスターでもないんですよね。なんかね、甘いんですよ。なんか甘い感じ。全体的に甘かったですね。春巻きとかは、美味しかったです、普通に。チャーハンの味はもう覚えてないですね。こんなものを食べたりとかしてました。さあ、ここでですね、2日目のハイライトですね、まだここまで話して2日間しか経ってない、ここからまだ十何日もあるのに大丈夫かなって話ですが、ウンデッドニーというですね、場所があります。ここを今日はですね、もう1時間経っちゃいましたが、今日はですね、ここのお話をして、おしまいにしたいかなと思います。本当はね、今日はワイオミングの、デビルズタワーまで行く予定だったんですけど、全然無理でしたね。まあ、一日がね、本当に濃かったんで、まあ、これちょっと語ってくださいっていうアンケート多数もらったにはいいんですけど、時間かかるよと思ったんですけど、実際に話してみたら結構時間かかりましたね。一回ちょっと置いといてですね、ウンデッドニーのお話をちょっとしたいと思います。皆さんね、インディアの中では僕たちが思い描くインディアンのイメージのほとんどは数族なんですね。くせっ毛がなくてです、長髪で、鼻が高くてですね、頭になんかバンダナみたいなのを巻いて、なんか中分けでですね、で右手をこう出して、あーとか言ったりとかする、なんかね、鷹の鼻とかを、羽とかをですね、頭にこう刺したりとかですね、して、そういうイメ、いわゆるあれですね、ピーターパンに出てくるインディアンのイメージですよね。あれはですね、スー族っていうんですね。ただ、スー族っていうのは、外来人が言った言葉ですね。フランス人とかですね、オランダ人とかですね、イギリス人とかが呼んだ言葉なんですが、もともとはですね、ラコタ族っていうのが、
彼らが、現地で使ってた言葉ですね。ラコタという部族だということです。ラコタ族、スー族というのはラコタ族で、そのラコタっていうのがなまってですね、サウスダコタとかですね、ノースダコタ、つまりダコタっていう土地はラコタ族の土地であるということをですね、今の州名が残しているということなんですね。まあ、そのサウスダコタ、ノースダコタに、分布していたですね、スー族という人たち、まあ、この人たちね、もうちょっとね、中央寄りの方にいたんですが、アメリカが、まあ、植民地政策でですね、インディアンをどん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 こう西の方に追いやっててですね、まあ、その居留地で、その居留地のうちの一つはこのウンデッドニーという場所だったんですが、パインリッチというですね、今も残っている集落の中にある場所なんですけど、このウンデッドニーという場所でですね、1800年代に大変な悲劇が起こります。その内容はですね、ウンデッドニーの虐殺という事件がありまして、どんなお前たちの戦争には加担しないというような、強いですね、反発が生まれていくという、その舞台になったのがこのウンデッド2で、しかもその、ね、皮肉なことに何にも改善されてないということが、分かってしまったのが1970年にですね、まあ、ここでちょっとニコニコ笑ってエディさんが映ってますが、エディさんがどうしてもここには来たかったということでですね、本当はここまではね、ウンデッド2の入り口だからいいんですけど、ここから先はですね、お墓なので、虐殺があってそこで誰が殺されたとかっていうことがね、全部記されてるお墓なので、まあ、こんなねニコニコムードではいられないんですけど、ここに僕たちの車が止まってますけど、いるのは僕たちだけです。僕たちしかいません、こんなところに来るのは。しかもね、現地の人間も寄りつかないような場所なんでしょうが、これがもともとウンデッド2の抑留地があった後ですね。でこの奥に見えるのがお墓ですね。ちょっとお墓の写真はですね、ここに管理棟があるんですけど、まあ、後ほど管理棟の人間ここにいなくてですね、車で乗りつけてですね、お前たち何しに来たということで、一瞬ちょっとピリつくんですけど、まあ、お話をしてですね、まあ、そういうことだったらって言ってですね、自由に見てってくれっていうことでですね、お話をして、まあ、お土産とかもね、なかなか売りつけられたような感じなんですけど、まあ、本物のね、あのラコタ族の作ってる嗜好品とかをですね、その車に乗ったおっちゃんが、じゃあこの中からいくつか買ってくれみたいなね、ここを維持するのも大変なんだということで、まあね、喜んでそれをあの購入させてもらったんですけど、ドリームキャッチャーとかあれですね、ドリームキャッチャーってね、あの輪っかにこう網目のようにやって、まあ、悪夢を退散するみたいなお守りとかですね、あとは腕に巻くブレスレットみたいなものですね、あとはメディシンポーチっていうですね、まあ、鹿とかの皮を使った、昔のそのおまじない祈祷師がですね、中に薬草とかを入れるために使ってたですね、そのメディシンポーチっていうその皮袋ですね、まあ、そんなものを購入とかして、まあ、許可を取ってですね、写真を撮らせてもらったりっていうことをしていました。その1970年にね、まあ、人は全く何も学んでないその映画が撮られた当時ですね、はそれがあってですね、まあ、そんなお話なんですが、まあ、興味ある方はウンデッド2のそのインディアンのね、虐殺の方に関してはウンデッド2の虐殺、そして、1970年代の人種問題に関してはですね、ウンデッド2の選挙事件というのをですね、検索していただければ、日本語で解説、もしかしたら、ね、ウィキペディアにもそのページがあるかもしれませんので、このね、ラコタ族、つまりスー族ですね、について、もっと深く知ってみたいなという方がいらっしゃったらですね、ぜひ、見てみてくださいと思うんですよね。ウンデッド2というですね、場所ですね。今日はちょっとここまでになりますかね。この後ですね、またラビットシティという町に戻って、2日目かな、2日目のレアドに泊まるんですけど、2日目はですね、モーテルじゃなくてですね、ちゃんとしたホテルですね、ヒルトン系列のホテルに、泊まりました。もうロビーはこんな感じでですね、ちゃんと、あれですよ、引き出しにはギデオンのバイブルが入ってるって、まあ、ロッキーラクーンのあれですね、ちゃんとね確認しました。あのロッキーラクーンはね、ダコタマウンテンのなんたらかんたらのっていうところから始まるんで、まあ、そのね、サウスダコタでですね、宿に泊まって、そこの引き出しにギデオンのバイブルがあることを僕は確認しましたので、皆さんにそれをご報告しておきたいと思います。これはラピッドシティの夜ですね。ラピッドシティの夜、ほんと古い街並みで、
まあ本当に西部、中西部っていうかですね、西部の感じの街ですね。まあ、なんかやってますけど、これなんか選挙とか思いきや、これはここに書いてあるんですね、バレットっていうのはですね、旧市の意味ですね、だから本当は選挙演説じゃなくてですね、いらっしゃいませ、よくお越しいただきましてありがとうございますっていう人なんですけどね、僕はこれ選挙の代理だと思ってですね、なんかエア演説をしてるっていうだけのものでございます。